1月10日水曜日、東海ビスです。七福神の一柱であるエビス様を祀る神社の祭礼です。西日本でね、多く行われているそうなんですけれども、商売繁盛を願って多くの人々が参拝し、縁起物を飾った笹や熊手を授かります。多くの神社では前日の宵恵比寿から翌日の残り福までの3日間が行われるんですけれども、前々日の宵恵比寿から行う神社もあります。そしてね、今日はね、明太子の日っていうのがありました。これは福岡の食品会社福屋が制定したものなんですけれども、1949年、昭和24年のこの日、前年の福屋の創業以来研究を重ねてきた明太子を初めて店頭に並べまして、福岡名産からし明太子が誕生したことに由来するんです。この明太子っていうのはね、スケソウダラの卵、要はたらこですね、これの塩辛で、もともとは朝鮮半島に伝わる家庭の惣菜だったんです。これを日本人の口の合うように味付けして、からし明太子が作り上げられたってことなんですけれども、これね、ロッテホテルによりますとね、川原敏夫が妙蘭漬けっていうんですかね、ちゃんとした発音っていうのは民蘭漬けみたいなね、民蘭っていう風に言うらしいんですけれども、まあこれはあれですね、たらこのね、キムチ漬け、これはね、塩辛くてそのままでは日本人受けしなかったそうなんです。昔の朝鮮半島の文献によると、民蘭漬けの製造は発酵させることをベースとしていました。塩漬けして発酵させた後、唐辛子粉とニンニクを加えてまぶしました。そして塩漬けして発酵させるために水分が抜けて、たらこの身が引き締まるんですけれども、塩辛い味であります。これをね、日本人の口に合うように、唐辛子粉、鰹節、酒の調理液に漬け込む方式を開発したんです。これを東海恵比寿神社大祭で、商売繁盛の日である昭和24年1月10日に味の明太子として販売したそうなんですね。今日だね、明太子はね、からし明太子のことをね、指す言葉としてね、用いる人が多くなりましたけれども、さらにはね、まあ明太なんていう風に訳されて、明太スパゲッティとか明太ロックなんていうなどのね、九州博多の代名詞としても用いられることもありますよね。まあこれらはもともとたらこを示す言葉としての明太子が使われていない地域に、お土産や特産品としてからし明太子がもたらされ、やがてその略としての明太子が全国的に広がったためと考えられているんだそうですね。まあこういった韓国料理が日本に来てね、日本人の口に合うように作り直され、それがね、こういった食文化として長くね、残る、新しい形として残るっていうのもね、これ日本人のね、この今まであったものをどのように自分たち好みに変えていくか、どのように良くしていくかっていうね、日本人の知恵と努力のね、賜物であるんですよね。その中の一つがこのからし明太子であるってことで、今日は明太子の日ということでご紹介させていただきました。